何か、他の方で発言されるはい。北海道大学のクラスターが来年なんか送られやらなきゃいけないんで、シンポジウムどうしようと思ってるんですけども、でもですね、ちょっとソラにも言っちゃうとですね、なんか応用哲学会って作ってしまったんですけども、だから茂木さんの話を聞いてる作るべきとは、実は応用哲学会じゃなくって、実は純粋哲学会を作るべきだったんじゃないかっていう意見、実はしないこともないですよ。これ茂木さんの問題提起を受けてると、なんか応用哲学だったか応用倫理学だったか、そういうぬるいことやってちゃダメで、やっぱりなんかもうちょっとこう、自由したらなんでやとか、あるいはこう偶然性とは何ぜやっていうことはもうなんかもうぶっ倒れるぐらいのこうじりじりとこうやると、むしろなんかひょっとして日本の哲学に必要だったらそっちの方であって、なんか応用哲学ではなかったのではないのかなって思っちゃってるんですよ。でもはっきり言っちゃいますけど、でどうでしたね、この後で伊沢さんでも鳥山さんでも森岡さんでもいいんですけど、ちょっとお答えいただければと思うんですけども、はい。私、そういう期待をその外から持たれるのは別に構わないんですけども、だから、でも森さんが出された問題の多くはですね、要するにだから哲学者はずっとやってきてて、もう定石もかなり出来上がっちゃって、特に自由史の問題なんかそうですけれども、それこそ本当にもういろいろもっと考えるといいかもしれませんけれども、もう随分やった結果、なんだかよくわからないコンパティビリズムをなんかぐちゃぐちゃいじってるというのが、例えば自由意志に関しては現在の状態ですし、まあ、公野もまあ、散々いろんな人が議論して、やっぱりハードプログラムですね、という感じで、先に進めないと。で、それで天才が出てきたら何かなるのかというと、まあ、私は実はそれは、割と悲観的で、天才が出てきて何かものすごいブレイクスルーができるような、ものではないんじゃないかなと。で、まあ、哲学っていうのは割とだから、そういうところで、もう答えは出ないのは、まあ、なんとか見えてるけれども、まあ、まだまだやりますよという感じでやってるんじゃないかなという気がするんですよ。で、そういう意味では、だから、だから外からそういう期待を持たれるのはわかりますし、なんというか、それこそ、だから、茂木さんの問題解説について、理解してしないと、まあ、それだから、茂木さんとお話はできないだろうというのはわかるんですが、でも、それに応えようと哲学者がするのが生産的かというと、私は大変非生産的じゃないかなと、いうことで、だから、それに直接応えようとするんじゃなくて、ところで、まあ、我々は今、その手元にこういうものがありますけれども、この中で使えるのはありますかね、いうのを、まあ、見せ合って、で、まあ、おそらくそのクオリアム問題上の脳科学のというのは、茂木さんが先ほどおっしゃってた、シア闘争の話なんか、私は非常に興味深く読ませていただいて、これは多分応用哲学というもののあり方の一つの結び道なんじゃないかなという、まあ、そう読んで思ってたというのもあるんですけれども、それって、なんというか、むしろやっぱり、応用哲学だからこそ、なんというか、一歩先に進む、脳科学と組み合わせるからこそクオリアの話がちょっと先に進むけれども、そうじゃなくて哲学者の中で哲学の問題としてクオリアの話いくらやったって、多分これ以上あんまりブレイクスルーは見えてこないというようなところなんじゃないかと思う。なので、黒田さんの問題提起にまあお答えするならば、私は期待は期待として受けたままって、ちゃんとコミュニケーションを取りつつ、私は応用哲学をやった方がいいんじゃないかというのが答えです。今の黒田さんのご質問にはです、私はね、さっきの自分が喋った中で、答えているつもりなんですけれども、つまり応用哲学というか、私の場合その世界とか、外にこうアカデミーの外にこう出ていって、問題、現実からの中にまず哲学的にどう捉えるかっていうふうに出ていきますよね。でそこで私は脳科学の方には行かなかったので そちらはまだよく分かりませんけども、いろんな現実や現場 の研究者や現場の人たちから問題を突きつけられるということが起きます。それで格闘するって起きますよね。それが息なんですよね。で今度は今私はこう帰ってくるわけでして、帰ってくるときにどうなるかというと、例えば私が一番いろいろやってきた生命倫理という領域で、あと結局じゃあそもそも命とは何なのかっていうですね、生とは何か死とは何かっていう問題をもらって帰ってきてるわけです、私は今ね。で多分まあだから私はもう一回こう今帰りで戻ってきて哲学の組み替えだってことをさっきから言っていますけども、その時にハードプロブレムにもう直接ぶつかるわけですよ。
生とは何か死とは何か命とは何かっていう問題にぶつかるわけで、これを多分やることはもういわゆる純粋哲学になると思うんです。ただ私の場合純粋哲学の問題を引き受ける前に一旦応用的な場所へ出たっていう、ね、でそこで必然的に何かにぶつかって今度はまだ戻ってきて、多分これからハードなことを私やっていくと思いますけども、その行きと帰りのプロセス全部が応用哲学であるし、哲学であるっていうふうに考えれば私はいいと思います。だからね、はい、こっちは応用哲学です、はい、こっちは純粋哲学って言って、さあ、どっちを選びますかって話ではなくて、やっぱりその哲学ということをしていく中での、やっぱり必然的なプロセスというものが、きっとなんか研究者にはあるし、あるべきなんじゃないのかなという気がして、私はそうだったけど、それは皆さん一人一人がそういう、どういうプロセスを踏むかというのは、きっと違ってくるし、という、ですので、私の目から見ると、倉田さんのおっしゃった、問いはそれほど大きな問題ではないと、いうのは私からそういうふうに見えます。